Yeah!
あ、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 でかいな。な？ちょっとでかいかな？あ、あ、はい、本日開催のですね、四季の細道のエントリーを、用紙を持っているのが、あ、ここですね、スピーカーの上に置いてありますので、で、今カウンターの方に移しました。で、そちらの方で受付、しておりますので、参加希望の方おりましたら、お早めのエントリーをよろしくお願いいたします。一応、9時開始予定になっておりますので、それまでにエントリーのほどよろしくお願いいたします。
あ、はい、あと15分ほどでイベントが終了するなので、今からちょっとプレイヤーの方々に出ますかという感じで聞きに行きますので、参加される方はですね、まあ、よろしくお願いいたします。
Cyclone! 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 Cyclone!
Thank you.
はい、それではイベント始まりますので、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあマイクはうねさんと誰かな。あ、おもみもも、ちょっと おもみもも。さあ、大体の人がのじ合い中なのかな。あれ終わったら、132回目だそうですね、今。はい、132、8月の終わりぐらいで132で、残す金曜日があと何回だ。あ、じゃあ
じゃあ、うねさんお願いしまーす。ぼっちです。まあ、男は一人でも一人だからな。あ、ここは使えずに。あ、そう。あれ？あ。マイクチェック。あ。マイクチェック、ワン、ツー、ワン、ツー。あ。お。第132回式の細道。あ、こんばんは、セロテープです。ウネガエルです。さあ、始まりました。はい。ワンピー側初参加のアケローさん。アケローさんは、はい。僕の友達です。はい。はい。ツイッターで知り合った。なるほど。はい。で、なんか、そうそうやってたそうなので、はい。誘いました。いいですね。えらい。これがね、はい。なんだろうね。コミュニティの震えが、さあ、巡りはガードしている。なんだろうね。あ、上に入って。しかし、アケローさん、あんまりリュウとやってるところ見たことないんで。あー、ドンピシャリ。おっと、いいスライディング。あー、うまい。さあ、さあどうなる？最後投げられる、惜しかったですね。まあぶっ放し最後はねちょっとね危険なので行きたいと思いますね。まあしかしこれ上出る、受け身取っている。あ、これはちょっと閉じ込められてます。そうね、これはきつ、おっとここ、あー、そうですね、今のでワンチャンで殺せるとこが、おっとまだ諦めていない。あー、昇竜拳、昇竜出て、まずは、はい、ハクさんが1勝、ハクくんが1勝。というわけで、続きまして、エグスパーさん。さあ、ここが門番。ここが門。これがスト通貨への門。令和元年の X 流。こいつを乗り切らないと令和始まりません。始まらない。令和のスト2をもうそのものです。そのもの、ニュージェネレーション、ジェネレーション。50年後には多分みんなエクスパーさんの竜を真似すると思う。じゃあ50年間は変わらないってことです。50年間は変わらない。50年後っつうか、スト2から75周年なんだけど。だからニュージェネレーション。こっからもう今日からはもうこの人は基本になる。なるほど。はい、四季の細道で10連勝とかしてるじゃないですか、定期的に。まあ結構勝ってますね、はい、つまりこれが合ってるんですよ。なるほど、格ゲーは勝ちゃいいんだ。その考え結構危ないぞ。格ゲーは勝ちゃいい。その考えで結構道を踏み外したゲーマーを結構僕は知っているぞ。なるほど、格ゲーの闇、闇ですね、ド闇でございます。バンログなんてもうそんな感じですか。いや、キャラじゃなくて、プレイスタイルとかスタンスとかで、あのね、危ない。なんか中小竜が、なんか小竜の振り合いになってるか、これは真空ガードしてしまう。さあ、キャミーじゃねえ。キャミーじゃねえな。どこを見てもキャミーじゃねえな。今のうまい。ダイゴス小竜。さあ、どうなる？飛ぶ。ガッツ！あー！だーうん、あーエクスパーさん、こういうとこ強いんだ。エクスパーセーフ。エクスパーさん、こういうとこ強いんですよ。強いよね。いや、あのね、土壇場で勝ってるっていうのはね、強い証拠だよ。証拠ですよ、本当に。間違いない。間違いなく強い証拠なのでね。まあ、バーサスでよく、リスティさんとね、日々、リュウリュウやってるんで。そのリュウリュウは、本当にリュウリュウなんですか。R18 です。R18?R18G じゃねえか。R18G です。あー、すげえな。あれはちょっと、やばいっす。始球式入りましたね、今。始球式入りましたね。はい。いや、めちゃくちゃ近距離の始球式でしたけど、始球式は、のじえ、まあ、のじえっていうか、試合でも使えるテクニックですからね。さあ、うまいぞ。さあ、勝利割られる。これはどうなる。波動の打ち合い。さあ、クータイク勝ったのエクスパー。
やりますね。龍龍はやってんだよと。じゃあ金子さんのチュンリーでございます。あ、チュンリー龍の順番ですね。金子さん今日は龍ではなく、あ、ん？あ、ごめん、龍チュンリーだ。あれ、外部、まあいいや、外部じゃない。間違えた。まあいいでしょう。あ、じゃあ、あ、いい、あ、やり直すんだ。お、エグスパーさんの華麗なコンボが光る。はい、からのピオリ。はい、さて、失礼いたしました。大変失礼いたしました。まあこれでエグスパーさんトレモができるっていうアドバンテージが。そうですね、でもなんかでも昇竜拳しか打ってないですけど。だから対戦の時みたいな動きになってます。第5真空、あーちょっとキャンセルがね。はい、失礼いたしました。金子さん今回は龍が最初でしたね、はい、ごめんなさい。龍、いや、あまりにもチュンリーの印象が強かったもので。今日は龍が多いっすね。今日龍多いですよ。めちゃくちゃ多い、めちゃくちゃ多いですよ。あの2周含めて何キャラいるかな。1、2、S 龍含めてですね。1、2、3、4、5。俺も今日なんとなく龍にしちゃったから。あ、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人いて龍10キャラいます。四季の細道龍使う人が11人も。じゃあ11回ですね。だから龍含めてですから。じゃあ今日はいっぱい龍が見れるか。そう、いっぱい龍見れますね。で、その中にしれっと入っているザンギエフとかいるんですよ。その中にしれっと入ってる、しれっと入ってるザンギエフとかがいたりするので、殺意満々でございます。そうですね、基本今日は龍とは対戦する感じですかね。同義キラーになれるのか。おお、至急至急、まだ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 、エグスパーさんが吠えました。素晴らしいですね。いや、あれは吠えたくなりますね。あー、ガードしてる、立ってる、しっかり見てますね、今のはね。立ってる。バレバレだからと金子さんがね、今言いましたように、やはり金子さん画面しっかり見てるので。画面見てるプレイヤーはね、ガード掃除で高いことが多いですけど、ね、はい。さあ、しかしこれなんか謎に投げられて、さあエグスパーハウスが出来上がりつつある。一覧の目、うわー、早めのシンク、今度は見えず。はい、あっ、あっ、引っかかって、あー、これはちょっとまずった。これはエクスパーハウスですね。はい、P 勝ちしちゃったよ。さあ、タイムアップの後は P 勝ちと。はい、さあ、しかし暴れている、しっかり勝利で返して、さあ、中足からの、あーっと今飛び、今の竜巻出てなかったらかくってましたかね。あ、なんか竜巻してる。前飛びで、前飛びだったら、なんだろう、エクスコプターですかね。エクスコプター、エクスコプターが早いかい。さあ、エクスパーさん、ここからどうまくるのか。金子さんの竜はかなり硬いぞ。あ、あ、おー、ガードしている。ガードしたけど時間がない、時間がない、時間がない、急げ急げ、あるぞ。いや、これはさすがにきついか。さすがに受け身は取らなくても大丈夫と。まあ、真空ヒットしたらね、ありましたね。はいはいはい、さあ、続きまして川村さんの X 竜ですね。100円飲まれた、はい。さあ、川村さんもたまに四季の細道に来てくれる方で、結構遠いと思うんですけどね、よく来てくれます。さあ、これもファイヤーハードを連発。川村さんもかなりね、いや、その辺のこの接近戦の落ち着いた立ち回りが、いやいや、なんとも素晴らしいといった感じなんですけれども。さあ、波動波動、まずは玉打ち。さあ、嫌な引っかかり方、ダイヤシで吹かされて、ダイヤシはどう。さあ、ダイヤシがうますぎて、さあ、ここからペースを作っていきたいところ。
しかし金子残党出る真空大足上手すぎて大足勝ったのは川村さん。さあしまして現れたのはディオンさんのメガ。さあ波動拳波動拳ウーデガはとりあえず、しかしこれディオンコン入ってなんかまあちょっとねまあずれず投げて KO。 さあうわしっかり落としてこれはでかい投げるで、さあこれはかけない中ボス。そう川村さんが勝ちました。あーこれは波動拳。さあこれは、ディオディオンさん。さあベガリューは開幕でも行われましたけどこれは、サブキャラで S3 を使うウネさん、これはどういう組み合わせなんですか。これはもう画面端で弾を打ち切る精神力が大事です。弾を打ち切る精神力、はい、もうロカタさんはですね、ディオさんの次、いや次ベガが体力を多いですね。川村さん、なんとかしのいきるが、しかし、ここ見せる。あー、ここ投げですか。いい投げでした。もう投げちゃえってね。さあ、今日はあれですね、一進一退ですね。そうですね。はい、一勝して負けて、一勝して負けてっていう、ね、お、四季の遅めち、珍しいですね。珍しいですね。だからここで誰がこう抜け出すのかが。はい。そして、まだ勝利ならない、土方さん。今日こそ勝利したい。よく勝ちを重ねている金子さんも今日はガエルいないって。そうですね。面白くないですね。さあ、あ、土方さんの竜、まあ、やる気勢ですのでね。やる気は間違いない。やる気は間違いないですね。しかしディオンさんの置きがうまくてこれはあるよ。あれはねちょっと遅かったか。いやでも体力つながら下ぎっても削りで点点点な可能性がありましたね。まずはディオンさんが1本取ったがファイヤー波動、これが大事。さあターノが中断。あーやばい、ちょっとここからどっちだ。危ない危ない。そうですね、とりあえず波動拳。さあ波動打たれてやっぱりねベガ側も結構辛い印象がありますね、はい、何よりファイヤー波動、これがね、これが。さあ高いの狙っていったぞ。あーこっから死ぬのがベガ。やってしまった。こっから死んでしまった。やってしまったー。コマミスの昇竜、それだけで終わってしまう。まあそれの前の甘えた昇竜をしっかり刈り取っていったのもまあでかい点です。そうですね、そっからの奥攻めまでしっかり通してましたのでね。はい、やっぱそこを我慢する精神力、まあベガにね攻撃当てるの楽しいからはすごいわかるんだけど。あ、でもね、今ちょっと歩いてながらね、波動拳出そうとして勝利が漏れちゃった感じがしますね。あ、あれはそうですね、最後のはそうです。置き勢はまあしょうがない部分ではあります。さあ、これはあれですよ、セロテープ竜でございます。あ、あのセロテープさんですら今日は竜なんですよね。珍しいですね。そう、だから言い方があれば今日ザンギでやってればひょっとしたら優勝のチャンスがあったかもしれないけどそれを蹴ってまで私は竜を使うという。ユニクロの在庫処分セールで買った500円の竜の T シャツを着て今日はあのスト5の構えしてますね、はい、いい T シャツです。500円で、そうでは打てたらしい。さあ昇竜拳、昇竜拳、ここはしゃがみ中パンチで暴れていったのかな。ディオンさんなかなか、いやレバー回りでガードはできませんよあ、そうですね、ああいうこういう昇竜はベガのもう付け込む隙なんで。そうですね、さあダブ2で削りながらの、わー、よく、まあ、よく暴れましたね。まとわりつかれるとキツキツのキツ。どうなる。あ、空対空からめくっていくが浮いている。ちょっと空ぐらいになっちゃってましたね。
あれは自ら浮いたんじゃないですか。ダブニーとかで暴れたりとか、サイコとかで暴れて。あ、うわ、うまい。サイコクラッシャー投げてるのはベガ、受け身がない。やばいやばい。ダブルニー、ダブルニー、ダブルニー、投げたベガの投げが見えねえ。さあ、ウネさん、行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう、言っちゃいないよ。というわけで、ウネ S リーでございます。現在ディオさんが3連勝、単独トップでございます。クレジット。さあ早くしないと剣ステージが終わっちゃう。あ、大丈夫大丈夫。危ない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 。お前何しとんねん。 S だからな。お前 S だぜ。昇竜拳違うね。これそれ剣だ。波動拳。危ない危ない危ない。さあ S 流でございますね。真空中ゴス大ゴスがないからあれに波動昇竜がちょっと強いと。あとこういう曲がお前 S キャラなんで高いっていうのを僕は動画の情報で知っております。どうした、ボタン効かない。さあ気がついたら画面端が定位置になっておりますけど、どうしたの、ボタントラブル、どうしたの、なんでそれ出そうと思って出してないでしょ。あ、勝利出ている。何、どうしたの、画面上はなんかボタントラブル風に見える。そう、画面上ボタントラブル風に見えてしまうので、単に個人的にトラブってるだけなのかもしれないね、これ。どっちなんですかね、オペレーターとしては。あのタッチ OK、 謎のタッチ OK、 謎のタッチ OK は何なんでしょうか。さあ、勝利とかちゃんとだから、なんかトラブルあるなら早く言えっつってたろうがよ。いや、ねえ出ない出ないながら出たり出なかったり。だからな、なんなの。いや、やっぱ個人的なトラブルっぽいですよ。どうなんですかね。何を出そうとしてあれが漏れてるのか分かんないので。波動拳っぽいですけどね。どう考えてもボタンが違うでしょ、本当に。だから波動拳出そうとして筐体トラブルで、要は配線が おかしい時とか。なくはない、ね。なくはないので、それなのかっていうのがあるんですが。本人が一向にこう、店員を呼ぼうとしないので私としては非常に困る光景なんですね。やるだけやって、負けてからクレームつけるパターン。いや、それでも負けは消えませんので。すごいですね、とてつもないリスクのある。往年の梅原の、50連勝した後に大キック効かないレベルの。大キック効かないんですけど、的な。そう、さあ、なんか挙動がおかしい割にはダメージは取れていた。あ、最後クラッシャー下がらへん。あ、これは削れない。投げて、じゃあちょっと本人にちょっと聞かないと分かんない。あの立ち小キックなんですか。波動拳、ボタンが違うんですけど。いや、キャンセル。何、俺いつもカラキャン。そう、カラキャンやって打ってんだよ。カラキャンやろうとして全部ダッシュオキックが出てたそうです。いやいやいや、いや俺いつもだってやってるもん、あれ。いや、俺それをなんかやってる人を初めて見たんですけど。おかしいな、誰もそんなことしないで。先週の式じゃ結構連勝したんだけどな、 S 流で。それ多分ずらしが遅いかずらしになってないかのどっちかですよ。原理としては分かるんだけど。大パン効かない。はい、そう、だから立ち消けもね。そうそうそう、いや俺は言わないよ。致命的だから。
みんながヤジ飛ばすから言いづらくなっちゃったじゃん言いづらくなっちゃったんだよ。ほら、分かったか分かったような分かんないようなもうずっと象形しか出ねえ。ずっと象形しか、それ逆にその早い段階でなんかダイパンだけの技を振ってダイパンが死んでることにね気づいてアピール。試合中だったんであたふたしてました。一本サービス。さ、まさかのカラキャンをやろうとしてというね、当たり前だ。そうなの？普通に打っちゃいいんじゃないのかっていう素人意見があるんですが。あー、はい。のはなるほど。じゃあなショックが、あ、なるほど、あ、終わった。さあ、出てきますわ。で、ミッチーさんのチュンリーですね。さあ、チュンザンギ、皆さんタバコ吸いながらでも実況はできるぜ。いきまーす。さあ、スクリュー入って、まだ生きている。あー、まあね。さあ、ザンギチュンリー、イメージ的には気候剣を打って一生対空してればなんとかなりそうなイメージがあるんですけど、そこはスーパープレイヤーうねさん、どうなんですか？もう X に必要なものは全部チュンリーが持ってます。 X に必要なものは全部チュンリーが持ってると。はい。それは一体何なんですか？何でもあり。何でもあり。対空、弾、対空、弾、必殺技、必殺技、必殺技全キャラ持ってるよね。そう、通常技も優秀ですね。通常技とは信じがたい通常技も通常技、これ、主にこれなんですが、これはね、本当にダメで、しかしさあ、バーニフラから噛ませていく。さあ、早めのボディープレスは何かのキャラ体なんですかね。あれでテンションを潰せるとかなんでしょうか。そこら辺はスーパープレイの皆さん、何かご存知ですか？まあ、対空を潰すんじゃないですか。知らないんですね、わかりました、ありがとうございます。しかし、時間がないよ。時間が、あー、こっから、っこっから、時間が足りない。勝ったのは、カワシム。危ない。じゃあ、中島さん、お願いします。そして、突然のホンダですからね。さあ、裏切りのホンダ。あ、中島さん、裏切りのホンダから、でもすごいですね、リュウ、ベガつか、ベガ、リュウ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 って続きますから。あー、ザンギホンダ、ザンギホンダ、やっぱ男は裸だろうって。それ俺は、が見たかったんだ。それはどういう意味でしょうか。あの、うねさん、うさ苦しい男、ナンバートップ2、トップ2だね。トップ2ですよ。あー、スクリュー出なかったー。どうなんだ、あー、張り手。大足と張り手って、あいつのですね。初めて見た。よく見る。よく見る。でも、大足と張り手が相打ちしたからっつって、何かが生まれるんですか？残儀はないかも。残儀はないですよね。あ、着地にスクリュー合わせていく、うますぎでしょ。さあ、あと、こ
ここから川島さんのターンに入ると思ったが、またやり直し。さあこれはだいぶきつみしいぞ。さあ今度はコパンのボタンが抜けてしまうのか。さすがにそんな頻繁に抜けたら俺も困るんですけどね。まあ真面目な話をしますと、賞味の話、賞味とてもきつい。さあこれダメージが散っちゃうだよね。勝ったのは中島さん、うますぎる、うますぎる。さあそれでも2連勝で現在2位でございます。そう、俺はさっき大パン縛りしなかったらな。それで出なかったんじゃないの、大パン縛りプレイ。大パン縛りプレイはきついな。さあ続いて出てくるのはアケロさんのベガということで、2周目ですね。しかし2周目スタートでございます。初参加なのに申し訳ないっていう、ね、ベガ本田やらせてしまって。そうですね、リュウベガやった後に本田ベガですからね。さあこれがきついんだよな。さあ投げ返して上からピオラして、はいはい、あいや、まだあるまだある、まだわからない。さあどう動くんだ、まあまだある、どう動くんだ、ま、この状況。うまい、マジうまい、うまいけど、どう普通にうまいっす。うん、おおおおおあれはね、まあしょうがないんじゃねえのあれ。いやでもいい感じに、いい感じにはなってましたけど、こんな戦あんまり見たことないんですが、はい、結構いい感じの動きしてますね。そうですね、でもさあこれは続き、さあ体力的にはほとんどいい感じなんだが、さあここで一気に画面走り、最後当たる飛び100巻サイコクラッシャー投げているのはベガ側、上から大キック追いつい、そこからドスコイ、さあ置き攻めどうなるの、飛びが通っている。いやでもかなりうまかったです。いい勝負してましたね、はい、ちゃんと本田にダメージ取ってました。なかなか見ないですよね。さあ続いて出てくるのがハクさんのキャミーでございます。さあキャミーホンダ、お、フークソ、フークソ。キャミーホンダ、さあフークソが光るのか。あ、さあガンガン前に歩きながら、さあすでに土俵際、はい、中島さんはキャミーもやってる、やばい、これはさあスパイから飛びが通って、はいはいはい、かっこよすぎるぞハクキャミ。やはりこの男つなげられる。ファイナルアロー開幕。最近は残儀にオネストのことでございますけども。残儀にオネストだが。さあしっかり見えている。はい、上頭突きガードしている。しっかり下げれてますね。隠っているのかな今のは。まあよくニーヤさんとホンダやってましたからね。まあそれはね、さあどうすこい隠っている、キャノンスパイク当たらない、あ出ていないが、今のちょっとほんと出なかったっすね。あっ、おお怖い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 、怖すぎでしょ今の。あっ、さあ先端アロー、しかしこの体力はどうなるんでしょうか。ああいう位置で、あーフーリガンしっかりとこまでいった、はい、しっかり見てましたね。さあしかし分からないですねこれ、なかなかいい勝負が落としていく。ここは地上から奥攻めいった。スパイラルアロー。さあ、よし、焦がして。さあ、フーリガンに100巻。上から、キャリーテ、削りがすごいぞ。めちゃくちゃ減るんだけど。削り込みですっごいダメージ。張り手、張り手、張り手が速すぎる。ケツから、どうすこい。うわ、潰して散らし、スパイラルアロー届かない。アロー散らし、アローセンター。どうすこーい、出なかった。ドスコイ。さあこれで単独2位浮上、中島ホンダ。続いて出てくるのはこっからしばらく竜とかチュンリーとかですね。こっから竜の壁ですね。竜何キャラいるんだこっから。エクスパーさん、金子さん、川村さん、ドカタさん、ドカタさんまで多分竜とかチュンリーとかですね。俗に言う玉ばっかりです。で玉ばっかりの後にザンゲフが待ってます。さあまずはこのホンダ、玉1号相手にどう立ち回っていくのか。さあエクスパーさんの玉は、玉は中島さんに通用するのかどうなんでしょうか。今のところ逃げながら立ち回るエクスパーに対してそれを追いかける中島といった構図になっておりますが、さあホンダの前になってきた。ここからがちょっとむずい。さあエクスコプターではうまくいかない。そうですね、
エクスコプターちょっと通用しないですね。だからシンク2発目打とうぞ。やはりエクスコプターは新しい。当たるんかい。これが令和の真空。これが令和の真空ですか。竜巻旋風逆。エクスコプター。エクスコプター。しっかり時間見ている。これはうまいぞエクスパー。エクスパーさん、一見画面を見てないような動きに見えて、実はめちゃくちゃ見ているような。あ、しかしこれ格好。画面見ててあの動きっていうのはあの天性の才能がある動きなんですけど。やばい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 。さあ1段目とは打って変わってあっちゅう間に終わってしまった。なんだこのゲーム。すごいゲームだ。これが23年前の格ゲー。25です。5で、あ、もう5になっちゃったかも。23から5ぐらいじゃないのかな。さあ波動波動。あー。あーピオラセタ。でんでんでん。これサードだ。さあ対空は空対空を選択した。大足勝ったのはエクスパー。しっかり第5巣で間合いを詰めて大足でしっかり払っていきましたね。さあ続いて金子さんの今度こそチュンリーでございます。そして今日はガイルなしでございますね。チュンリーチャンス。さあチャンスとものものにできるのがエクスパーさん。チャンスっていうの面白いですよ。さつあまり見ないがどうなんじ、連動の方はどうなってるのか気になるが、連動は低くてもフレームは変わらないぞ。でもあれですね、バーサスではよくチュンリーとのじ合いやってるはずなんですが、ちょっとこれは厳しそうですね。バーサスのチュンリーってことは結構、まあ、強豪プレイヤーですよね。敷居の高いチュンリーです。そうですよね、割とトップ層の、関東トップ層のチュンリーが。しかし、金子さんのチュンリーもなかなか硬いので。金子さんのチュンリーもあんまり歩かない、弾と牽制を主体にした待ち気分。さあ、エクスパーさんのコメントがちょっと面白い、ね、一言一言があの人面白い。あーんだ波動拳みたいに今真空打ちましたけど。しけしあの距離から真空を打つっていうのもすげえ。だから投げは受け身取って昇竜拳リバーサル竜巻裏当て。こっから見てろってことですよ、つまり。なるほど、こっからチャンスが生まれるわけですね。こっから見てろってことですよ。戦列しっかりガードしている。あの真空縛り、真空縛り、真空縛りですか。でももう2発目が溜まりそうなんですけど、溜まりました。2発目溜まった。もう打った。即溜め即打ち、即溜め即打ち。あ、空対空うまいぞ。強し飛行拳昇竜拳投げて受け身間に合っている。いや、エクスパーさんは時間見てるんですって。見てますね、これは。エクスパーさん時間見てるんですか。疑惑が確信に変わった瞬間ですね。時間見るのが一番うまい男。さあどうなる。さあ下手にやはり飛び込みませんね。これは投げて受け身がない。大足から飛びが通ってシックまだ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 。これがエクスパーさんの真空波動拳、思い知ったかどうか。そうです。さあ続いて川村さんの竜ですかね、竜同キャラ戦が。あの真空は誰にも真似ができない。あそこの真空は、まず画面端で真空ですからね、まずなかなか度胸のある真空でしたね。はい、男の真空。さあ開幕飛びが通っておりますが、こいつには付き合ってらんねえと言わんばかりに。そして投げに行き目がない。そして画面端鳥かご、体力差約7割、はい、どうするんだ。さあ勝利返して、この状況で返せる手当あるんでしょうか。いやないですね。ちょっとダメージ取られすぎてしまいましたね、まあ、開幕が全てでしたね。はい、川村さん結構一発で持ってきたやつなんで、ああいうところはかなり強いでしょ。結構攻撃的な竜ですね、そういう風に考えると、はい、竜ってやっぱりいろんな行動できますからね。あの使い手で全然別キャラのように感じたりしますから。そうですね、やっぱ各々のスタイル坊主なんで、はい、さあ始球式からしっかりと空立つ。あーあーあー、下げ飛びになっておらず。さあ真空が溜まったぞ。さあ真空当てているのは昇竜拳 IH。 昇竜拳を昇竜拳で返していった。仲がいい。真空の前に波動が当たっている。しかし恐ろしいですね、エクスパーさんの真空ヒット率。惜しいですね、当て感はすごかったですね、本当に。はい、さあ続いて出てくるのはドカタさんでございます。やはりこれも竜竜竜竜初勝利いつなるか。ドカタさんは初勝利されてないんですか。まだ一度も勝ったことがないそうです。あー厳しいですね皆さんね。
さあ早く勝ちたいと、それを目標に、はい、今日も京都で X をなるほどやりに来ております。だが現実は非常なのか、画面端で鳥かご状態になっている。これでは得意の踏み込みも活かせない。これはちょっとうまいですね。完全に前取りがされてましたね。そう、踏み込みに対するやはりアンサーは沖なので、的確に波動を置いているので、さあ飛び通していく。そこら辺はあれですね、あーファイヤー噛み合わせて詐欺飛びになっておらず、さあこっから間に合うか、マムラさん。さあここからどうやってダメージを取りに行くか。画面端は追い込んだ、チーク。それだけはって言われても、さあ大足ダイゴス中足ファイヤーいいですね。もう振り切ってましたね。振り切ってますね。はい、まあでもリュウには結構ああいう振り切り大事です。あさあ開幕大勝利対空からめくり立つ巻き、投げば浮き目取って、はい、川村さんのペースは依然として変わらないですね。そのペースをなんとか崩したい。画面端体力探す、ああ飛ばれてしまった。苦し紛れの波動は通らず、苦しい。次セロ様かな。さあキープさんは2キャラ目はやはりザンギエフということなので、竜いっぱいいるんですけど、この後いるのがガイルと、竜じゃないの、竜じゃない、次出てくんの多分、ウネガエルですね。ガイルガイル。ウネガエルの後出てくんのが、バイソン。バイソンまだ後か。まだ後が。さあ出てくんのが、いや、バイソンですね。バイソンですね。まずは目の前の竜を倒してから。まずは目の前の竜に負けそうなんですけど、さあシンクスカスまでは良かったが、下がってさ飛び。川村さんはね、やっぱあの立川の某残儀使いとかなりやってるので。なるほど、残儀戦はお茶のもんぞ。残儀戦はお茶の子さいさいで。対するセロ様の竜戦はどうなんですかね。ちょっと動きが悪いです。動きが悪いと多分一回り近く年の離れた若造に動きが悪いと言われる。いや、でもさあスクリーン決めて、はい、やっとモーターのコイルが温まってきたところなので。なるほど、さっきの鳴らし運転だったわけ、ね、さあ飛びも噛み合って投げているのはなぜか竜。さあ立ち台キック体育、さあイブシギ、さあ取ってスクリーンファイルドライバー。さあいない、もうようにはさせないと。さあ波に乗ったセルテーブはやはり怖いので、大会でもね、あやっちゃったよ。さあセロテープさん、喋るとなんか大変なことになってしまう。ダブラリも噛み合わず、さあこれはきつい、どうすんだ。さあ、ああ世界が終わった瞬間である。セロテープさん、セロテープさん、この試合はいろいろあったありすぎです。内容が濃い。じゃあ次はウネさん、アギョとして我、はい、さあここはやはりメインキャラのガイルでございます。川村さんは3勝になりますね。さあこれで2位タイとなっております。川村龍ここで勝つと、単独2位に降り出るといったところで、ガイルピュー下ろせてしっかり2段決めて、さあ川村さん P 勝ちが多いですね。非常に読みと攻めの嗅覚がとてつもなく鋭いぞ。こういうプレイヤーを相手にするのは結構骨が折れます。さあめくりしっかりガードしている昇竜拳は待っているが、チューパンが食うぐらいあるあるでございます。さあ飛びドンピシャだが繋がっていない。チューボス立っている。さあ投げ返した、歩き投げめくりからコパコパダブル、これは削っていきました。あそこで前歩きちょっとしてたの見たので、ものすごい度胸なる行動ですね。やはり読みに対しては度胸で返すと。さあバックナックル確定していく、立ち台キック出してサドマキ噛み合って中足ファイヤーからソニックブーム、中足ソニックブーム、タッチクーラーいい。さあ波動拳、さあ涙の出かかりに潰された形、ソニックブーム、ソニックブーム、飛びがドンピシャだがジャンプ攻撃が当たっていない。あるあるでございます、引きつけようとすると発生の問題で当たらないことはよくあります。
それを含めてのやり込みでございます。トビーはしっかり弱小流置き攻めめくり中盤から投げていく。受け身をしっかり取って波動拳から歩き投げ、トビから投げてソニックブーム、トビから大キックちょっと遠かった。ソニ中、小流か、小流打てある。波動拳当たっている。さあこうなってくるとどちらがダメージ取るんだ。飛び、ダイヤシーから、波動拳に対して前歩きをしてしまった。勝ったのは、カムロ竜。さあ、これで単独2位になっております。さあ、次が、さあ、あ、そう、同率1位になりましたね。おめでとうございます。さあ、これ勝つと単独1位に躍り出ます。さあその単独1位のプレイヤーディオン、2周目はバイソン。さあここに来て龍側がだいぶめんどくさい相手がやってきたぞ。さあファイヤーで追っ払ってからの飛び込みから投げていく。波動拳置いて、波動拳にヘッドに対してダイヤシー。さあグランドストレート、グランドストレート中足からのファイ、波動拳、波動拳と。さあダメージはお互い若干龍側の方が与えている形なんだが、さあまだまだこっからですね。まだまだ全然わかりません。調子に乗って波動を打っていると投げて、まだ生きている。さあこっからでもある。そしてスパコン溜まる。ここからでございます。こうなってくると龍が、あーっと着地ちょっと飛びが早かったか。さあラウンド2。さあまず飛びが通っている。すごく痛いぞ。勝利を置いて波動拳、波動拳にヘッドで抜けて、さあこれは反撃決められない。これは結構致命的だぞ。とっさすぎて迷ったか。よくあります。中ガスから投げていく。ダイヤシー空振って、波動拳。さあ、この距離のファイヤー、真空、中ガス去っている。ダイヤシー、波動拳。さあ、いろいろ噛み合って、ああ、さあ、ここ起こして。中ガス暴れていく。波動拳またって、ファイヤーから、波動拳、ヘッドでかわして、投げていって、倒し切っていく。さあ、これで単独1位です。おめでとうございます。さあ次が、ミッチーさんですね。ミッチーさんもバイソンですね。さあバイソン連戦でございます。さあ今日はケンがいないので、多分このままずっとケンステージかな。さあバイソン流。さあグランド当てて飛びから、中盤、さあ、スカッシュヘッドだったが、うまくいかない。さあ、画面端だが追い込んでいるが、弱小流で返して、めくり竜巻から。さあ、投げていく。さあ、こっから始まるのが、バイソン、タンダが小流にリバーサル。中足ファイヤーから、さあ、オーア。さあ、グランドストレートから、グランドストレート、ファード拳。さあ、小流に噛み合わせて、ここはめくり竜巻しっかりガード。グランドから。さあ、様子を見ながら、どう動く。さあ、波動に対して、何もアクション起こせない。チャンスを伺っている。バイソンだがファイヤー置いてある。からシンクまだ生きていなかった。最終段で削り切ったか、確か。さあ、ラウンド2。さあ、開幕、短波からグランドストレート。バックダウンで回避して、画面端だが波動を打っている。そして、グランドで壊して、短波からの受け攻め。さあ、ちょっとタイミング合わなかったか。位置の入れ替えに成功している龍川。ファイヤーに対してしっかりヘッドかわして、そして投げて受け身がないぞ。飛び込み中盤から投げていく。中盤バレー、おーっとグランドストレート。さあ飛びが通って、さあ、あ、ストレート使ってしまう。グランド刺さって飛びから歩きに行ったが、ここはチラシ暴れているが、ここは投げをこすっていた。さあラウンド3ファイト。さあ飛びからだが、ちょっとバイソン飛びの距離が短いので厳しい。投げ通して受け目がないのでダメージが高い。さあグランドに対してしっかり勝利。さあ波動の後にグランドするというのを癖で読んでいるのか。さあここでヘッドに変えてきた。この一発がどう出るか。真空ガードさせてダイヤシャ波動拳。さあまたしても勝利を置いてある。ヘッドからグランド取っているが、勝利を奪ってから投げていく。ダイヤシ上から投げていくからの投げたさあ、続いて、カワシムさん。お金ちょうだい。お金もう切れたか。さあ、お金入って。さあ、バイソンガイルでございますね。バイソンガイルは、立ち回りはギリガイルなんじゃないかなと思いますが、やはり、一回でも当たってしまった時の火力。そ
そしてちょっとでも体力リードを許してしまったらガエルが取り返すのが大変というのが、やはりそういった部分でもガエル厳しい戦いになるのではないかと予想されますが、さあカワシムガエルとかほとんど見ないですので、どういう動きをするのか非常に楽しみなんでございますが、相打ち上等でガンガン前に来ている、ヘッド、さあこれは削っていった、まずはダメージを的確に奪っている、細かい単発ダメージだがダメージ取っていくのはとても大事なことだ。最後もしっかりサマー上からサニックバイブ、さあバイソンは確かちょっとめくりづらいので基本的に表落ちばっかりになっちまいますと、そうなってくると崩しの選択肢が減ってしまうのでかなり大変だが、したためなので飛びをガードさえしちゃえば相手も投げ返しぐらいしか返す手段はございませんので大丈夫なんですが、そこで大変なのがゲージが止まった時ですね。さあさあまあで返して投げ、さあこれは暴れていった、投げ返す、さあ梅が甘いとあんな感じになりますね。さあグランドから上からチーパン、さあここはしっかり見ていた、さあまで返してチーパンチオアから大足、さあグランドストレート、大パンストレート、さあこれチーパンチに対して、さあどうなる、さあ結構危ない距離でソニック打ったが、さあ距離離れて、さあここはクレイジーディレイをかけたらダブル様勝ったのはカワシム。じゃあ中島さんお願いいたします。さあガエル同期でございます。さあクレイジーはタイミングをずらすとあんな感じで割れるので結構狙ってるプレイヤーは狙っているそうです。僕には怖くてできません。さあソニックブームの打ち合い、赤い方が中島ガエル、青い方が川島ガエルとなっております。さあ中足ソニックからソニックブーム、さあだがダメージっていうのはやはり中島ガエル、ここら辺は年季の差が出ているのか、それとも読み合いを一個ずつ一個ずつ制していったのかさあからのソニックを重ねて、さあ中パンチだが的確にダメージ奪って最後は相打ち上等。さあまずダメージ取っていったのは川島ガエルさあ伝統のソニックの打ち合い、どちらのソニックが速いのかは、もうあれですね、技術力の差が如実に出る組み合わせですからね、ガエルガエルはどちらのソニックが最速で出せるのか、コンマ1フレームでもコンマ1秒でも早くソニックブームを出すために、そしてサマー投げ落として大足に対して、さあサマーはサマーで返して、サマーで返して上からダブルはサマーで返して、めくり通してサマー、置き攻めがサマーで返していくが、ここは大事取らない、最後は下がりそばっと。さあまず削っていったのは中島ガエルの方、さあソバット通って、ソバット通って大足ソニック、下がりソバットからソニックの打ち合い、大足ソニック、ソニックソニックと、さあ飛び、さあ読み勝っていったが、さあソニックもデカガリ潰して、大足からソニックブーム、ソバットしっかりガードしている、ソニックからサーバーで切って、さあここは上から、さあここは暴れていくか、ソニックから小足中足と、ソニック打って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 使いでバックナックルのところにしっかり中足置いてある、ソニック打って、ソニック打って、ソニック打って対空の小キックか中キックか、さあソニック当たる、これは致命的、どうなってしまうんでしょう、サーバー打って中足一発、サーバーで返したさあ川島さんが連勝中なので、ここで出てくるのは一番最初ですね、アケロさんのベガでございます。さあ横でうねがりとやってるからいけるとか言ってますが、果たして本当にそうなのか、キャラは同じだが中身は違う、さあここはここ
飛び見てからしっかり空投げ。サニクルーム。さあ、だからこの組み合わせは、竜よりはマシらしいという話を聞いたことがあるが、果たして真意のほどはいかほどなのか。さあ、ダブニーは、ダブニーはナイトメアはしっかり潰して、さあ、めくりたく、コパコパソニックソバットから、ソニックって近づいてくる。様子見ながら、そしてサマーが置いてある。動きたいところに的確に置いてある、サマーソロとキック。さあ、まずは、さあ、ちょっと早かったが、さあ、ピオらせて、はいはいはい、やーっといけなかった。そこは欲張る必要なかったぞ。さあ、取り返していく。ベガはこの火力が魅力ですね。この火力に惹かれていろんなプレイヤーが使っております。ソニックブーム。さあ、台形からソニックブーム。さあ、この画面端きついぞ。なんとかして抜け出したいが、ここを抜け出すにはかなり、さあ、ここピオらせて、はい、はやーっといけない。さあ、どうなる。こっから、ガエル側がどう動いていく。ダブに当たる。飛びからダブル様。さあ、以後は、スライディングと。さあ、カワシムさんは2勝ということなので、本日は、カマラさんの竜とディオンさんの、ベガですね。ベガ竜で、決勝3先、スタートです。さあ、ベガ流で行われる本日の決勝戦。さあ、ステージは DJ ステージ。開幕ファイヤーと立ち台キックか、相打ち上等。だが球を踏んでしまう。さあ、この状況非常にベガが辛いぞ。さあ、タイミングをずらした。さあ、これ竜巻で暴れていく。めくり中足ファイヤー波動拳、めくりから投げていく。さあ、まずラウンド取っていくのは河村龍。ファイヤー波動拳。さあ、これを的確に飛んでかわしていく。さあ、ここはダブに先端ガード、竜巻旋風逆で暴れていく。ヘッドプレスから、さあ、下がったところにファイヤーが置いてある。読み勝っているぞ。竜巻から投げていく。受け身がない。シンクガードから中腰立っている。さあ、中足ダブ2から、こっから始まるメガのターン。中パン昇竜か、小パン昇竜か、暴れて、そして歩いて投げていく。一本目は河村龍。さあ、本日最多出場キャラの竜が優勝するのか。エントリー数3キャラのベガが優勝するのか。1本目終わった段階ではまだ竜が1本、1本目終わった段階では竜が1本選手としている段階でございます。さあ、ヘッドから、さあ、ここは下がったところに波動が置いてある。飛びから竜巻旋風逆、飛びからファイヤー波動拳、波動拳。さあ、これは結構返しづらい。ダイヤシ焦がして、ダブニー、ヘッから飛び、投げて、竜巻旋風逆、すら隠れない、台紙隠れない、第5、中足。さあ、ここは届きない。さあ、1個クラッシャー当たらない。ファイヤー波動が置いてあった。さあ、ラウンド2。開幕最後クラッシャーは、昇竜拳で返して、投げている。そして、受け目がない。さあ、めくりタックから、さあ、ここは、竜巻から投げていく。ダイヤシファイヤーから、さあ、飛んで返して、波動拳、踏んでしまう。飛び、昇竜拳が置いてある。波動拳、さあ、画面端背負わせることには成功しているが、攻めなきゃいけない。そして、いや、昇竜拳、これは波動拳重ねて、河村龍2連勝。さあ、後がなくなったのは
D オメガ、あ、お疲れ様です。いや、もう終わ、もう決勝戦でございますよ。いやいや、あの、真のラスボスとして。さあ、投げを通して、さあ、こっから、昇竜拳で返していく。竜巻中腰へ。さあ、ここはダブニーガードさせてから、ダブニーは飛んで返していく。さあ、なんか変なことになっていたか。ダブニー昇竜拳返していく。中足から埋めていって、さあ、空対空のジャンプ中パンチ、置き攻めから中ゴスから投げて、中足ファイヤー投げたー、3連勝、優勝は河村龍です。おめでとうございます。すごい、対戦中でありながら拍手してくれるかと思いますね。さあ、これは嬉しいことだ。じゃあ、あとはお願いしますね。じゃあ、河村さん、優勝した河村さんに一言いただきたいと思います。おめでとうございます。 ありがとうございます、河村です。8月31日の土曜日に、はい、新宿カーニバルで、はい、新宿のスト2対戦会と、はい、ハイパーも X もありますんで、はいはいはい、スト2ファンのもうあらゆる人が楽しめる対戦会になってますんで、はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。今日は実は宣伝に来た、はい、今日は宣伝に来て、なんと優勝してマイクが持てた。完璧じゃないですか。本当はウネ君の飛び込み三段で負けてたんですけどね。来週の土曜日ですね、はい、あ、いや、あれ31は来週土曜日じゃないですか。あ、来週ですか。来週の土曜日31日、そうですね、第5土曜日なんで、はい、はい、ありました、はい、ぜひセロテープさんもよろしくお願いします。あ、自分もですね、いけたかな、あの、はい、挨拶で行きますので、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。こんばんは。あ、どうもこんばんは、山本です。山本さん、今日はあんまり活躍してなかったですね。いや、全く活躍の場がなかったですよ。存在感がほぼゼロでしたね。そうですね、存在感出さずに生きていきました。はい、すいませんね。いえ。いやー、川村さん優勝ということでね。はい。いやー、龍が優勝って結構珍しいんじゃないですか。そうですね、今日ね、異様に龍が多かったんですよ。なんか全部で10体だか11体ぐらいいたらしい。そうなんですね。はい。龍使い多かった。多かった。なるほど。多かったのに。へぇー、はい。いやー、でも、ディオンさんのベガがね、まさか、準決勝っていうね、その中で。もかなり良かったんですが。龍が多かったのにってことですよね。すごいですよね。はい。さすがな感じ。やっぱね、竜若干やっぱりベガきついと思うんですよね。なかなか、あの、ワンチャンで殺せたりすることもあるんですけど、そうですね。竜側も荒らせたりするし。竜側もきついし、ベガ側もきついっていう。そうですね。結構。そうですよね。竜巻の対処とか波動の対処とか。いいあれですよね、試合に。そうですね。なった感じですよね。はい。なるほど、龍が多かった。ちょっと山本も龍やってみようかなと。そうですよね、なんかやってましたよね。やってたりやってなかったりですけど、最近チュンリーのエントリーが多いけど。そうですね、次は龍チュンリーだったり。そうですね、龍やってみようかなぐらいのね、はい、気になっちゃいますね。へぇー、なんか来週立川の方で対戦会があると。立川対戦会、来週、ね、31日に。あれ、立川ですか。今なんていうんですか。え、あれ、川村さん、新宿ですよね、カーニバルですよね、はい、失礼しました、新宿ですね。いや、川村さん、立川勢ですけど、立川では開かないみたいな話をこの前されてた、はい、うん、新宿カーニバルで対戦会、来週ですね。いろんな人が対戦会やってますよね、なんか。そうですよね、いろいろ、はい、僕もこの前行こうとして行けなかったりとかしてますけど、そうですね、で、大きい大会終わった後ですからね。またちょっと後ですけど、エクサーが拾いが決まりましたね。あ、決まりました。あれ、ビッグワンですか。ビッグワン、ま、ビッグワン、なるほど、はい、南浦はビッグワン、はい、ごめんなさい、チェックがかなり漏れてます、僕、おもらしくんです、もう。まだツイッターでボソッと1回言ったぐらいだったんで、まあ、あ、なるほど。また、あれですよね、じゃあ、オフィシャルな告知は後々。一応、はい、オフィシャルのツイッターで告知してたんですけど、まあ、もう少し。ああ、ってことですよね、はい、うんうんうん、なるほどです。大きい大会っていうか、まあ大きめの大会はそこまでないですけど、はい、イベントとしては
はい、来週火曜日が VS 東西戦500回記念。あ、そうですね。やばいやつですね。何でしたっけ、ボスキャラ対ザコ、ザコキャラ、ザコって言っちゃやばい、その他一般人、一般人、一般人、なんか歴代ボス対その他みたいな、ボスプレイヤーってことですよね。はい、そういうことですね。ボスキャラクターじゃないですよね。はい、あと9月に小物道が2回ありますね。そうですよね、あの海外勢の方とか2回というか2日で3回あるんですかね。あれ、そんなにやっちゃう。あー、なるほど、王道のリュウガエルとか、はい、あったりなかったりですよね。だったりしますので、はい、はい、ぜひ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 ね、はい、ちょっと今日店内ね柔らかいですね、温度が今までより空気の、ね、そうですね、粘度が、と尖った感じがあんまりない気がしますが、気のせいかもしれませんが、まあ、夏なんでね、はい、そんなもんか、そうですね、はい、じゃあまあ残りの、じゃあこんな感じですか ね、今日132回、式の細道ということで、優勝は川村さんの龍ということですよね。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。わけで、はい、今日もこんな感じで、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。